どうしてあなたのリスニング力が上がらないのか考えられる理由3つということですね。前回どうしてあなたのリーディング力が上がらないのかっていう理由を3つ紹介したんですけども、今回はリスニングバージョンですね、はい。まあ、こちらも同じように事前にツイートしまして、ここに、ね、3つのポイントが書いてあるんですけども、まあ、1つ目はただ問題を解くだけになっている、はい。まあ、ちゃんと復習しましょうと。で、2つ目はリーディング力が不足している。で、3つ目はオーバーラッピングやシャドウイングの練習をしているけども、その練習法が間違ってしまっている。なるほど、なるほど。じゃ、まず1つ目の問題を解くだけになっているっていうところから解説していくんですが、解いたらできると思っている方多くないですか？そうですね。リスニングといえばね、やっぱ勉強法わからないっていう人が多いと思うので、まあ、多分一番最初にちゃんと勉強するときは共通テストのリスニングの問題をただ単にたくさん解く、うん。で、その次に英検やるとき、TOEIC やるときとかにただ単に問題たくさん解く、うん。まあ、丸付けして、うん、よし次の問題だみたいな。それだといつまでたっても聞けるようになりません。なるほど。やっぱ問題を解いて復習したところで、そうやって答えの暗記になっちゃってるケースが多いんじゃないかなと思うんですよね、うん。なのでしっかり原因分析をして自分の弱点を改善するような勉強してもらわないといけないんですよね。なるほど。まあ、具体的にはその今聞こえてない音を聞こえるようにする練習であったりとか、逆にそのスクリプトを読んでそもそも理解できるのかを確認するとかですね。それが2番3番につながってくるので、2つ目のポイントいきましょう。2つ目がリーディング力が不足しているってお話ですね。まあ、これつまり単語熟語文法に抜けがありませんかっていう話です。スクリプト台本ですね、読んでも意味がわからないものがあったとして、それを聞いたらわかるっていうのはちょっとありえない話だと思うんですよ、はい。そうですね。なのでしっかりスクリプトだけを普通に音読したら理解できるのかっていうのを確認してほしいなと思います。そうです。読んで理解できないものは聞いても理解できないっていうのが普通ですからね、で、あとは、まあ、なんか問題を解いてるってだと、回答解説を読んでスクリプトを読んで分かった気になっている人がいるんです、はいはい。ただ回答解説とかね、こう知らない単語とかまとまってたりするじゃないですか。それ見てから読んだらそれは分かるのは当たり前で、それ全く一切見ずにシンプルにスクリプトの英文だけを読んで意味が解釈できるかっていうのをね、確認してほしいですね。で、まあ、もちろん少しぐらい知らない単語とかね、事故出てくるぐらいだったら全然いいと思いますが、まあ、それらをねそのままにしちゃうのはやめてほしくて、はい、英語ノートにね知らなかった表現をまとめるとか、まあ、使ってる英単語帳に書き出すとかして定期的に復習できるようにしていってほしいです、うん。まあ、あとはこのパターンの方で、まあ、あまりにもう知らない表現ばっかり出てくる、はい、全然読めないぞっていう方は一旦リスニングの置いておいてリーディング力を伸ばすっていう勉強を中心で進めてもらえると、はい、うん、リスニングに戻ってきた時にあれ意外と聞こえるようになってるっていう方がいるかもしれないです。次の音が聞こえないパターンなので3つ目、オーバーラッピングやシャドーイングの練習方法を間違えている方ですね、うん。オーバーラッピングとかシャドーイングいいよっていう話を聞いて、はい、ひたすら真似してやっている人いると思うんですよ。いますね。無心でやっている人とかもね中にはいるんじゃないかなと思うんですけど、はい、ただ念仏のようにねブツブツ英語をつぶやいていてもできるようにはならないんですよね。そうですね。なんか森田先生がシャドーイングとかやってた時にこう意識していたこととかってありますか？音を意識する場合と意味を意識する場合っていうふうに僕は習ってたんで、はいはい、なので2つのタイプのシャドーイングやってましたね。まあ、どういうふうに僕自身は意味を分からずにやらないようにっていうのは口酸っぱく言ってますね。そうですよね。意味不明のままただ繰り返してるので何の力になるのか分かんないですからね確かに。まあ、なので、まあ、そういうふうに正しいシャドーイングのやり方っていうのがあるので、それについては実際にいろいろな動画ね僕たちが解説していますので、はい、私が実践している動画も、ね、出しているので、よかったらそちらを見てもらってちゃんとね正しいシャドーイングオーバーラッピングのやり方っていうのを把握した上で練習していってほしいです。はい、このように武田塾イングリッシュでは英語が伸び悩んでいる根本的な原因何なのかしっかりと分析して課題解決をするコーチング型の指導をしています。無料で英語学習のプロと相談できる無料カウンセリングを対面とオンラインの両方で行っているので、ご興味のある方は概要欄のリンクをご覧ください。このチャンネルでは英語学習に役立つ情報を日々更新しています。トイック、英検、英語の学び直しに役立つ情報を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。僕たちに質問がある方はぜひぜひコメント欄に書いてください。 Leave comments below.